私の作る作品は、その形やメディアは様々です。絵画、アニメーション、彫刻、家具、おもちゃ、絵本、手芸、また展示する場所も山や海といった風土を巻き込んだ表現もあります。この地上にあるものすべてが私の画材です。また、表現形態が一貫しないのも私の作品の特徴です。私はアートのスペシャリストであるというよりは、普通に生活を営む人という方がしっくりくるんです。例えば、あなたの作品の背後にある考えとは何ですか？という質問をよく受けるのですが、考えてみるとこれはとても言語的な発想です。言葉の背後に意味があって、作品の背後には作者の考えや比喩があると決定されているかのような問いです。でも率直に言って、制作とはそのような構造をしていません。私が作品を作るときは、何かの素材をつかみに行った手が新たな感触を得て、それによって手が喜んで動き出して始まるんです。そこには考えはまだ存在していません。感覚は言葉に先行して未来を捕まえているからです。しかしやがて作品が言葉になる時が来ます。それはオーディエンスです。作品は観客によって初めて言葉になります。つまり私は美術のルールであるタイトルとかコンセプトでさえも観客の自由な感性によって言葉になっていくと思っています。観客が作品と出会うとは、たとえいくつになったとしても、アートという小さな道が開かれ、生まれたての未熟な体に戻される瞬間なのだと思います。これまで長い間、芸術というものが特権的に示してきた美の価値観、文化と経済のグローバリズムというものが、今大きな転換期を迎えています。気候や地形が違って、さまざまな生き物が存在するこの地球上において、すべてに通用する価値などという幻想はありません。狭い美術館の中だけで成立していた永遠とか普遍とかいう言葉もありません。私たちが使っている言葉は、文法というルールのもとに、私たちを知らず知らずのうちにその支配下に置いていきます。けれども、そんな時アートは唯一言語以前の世界と接触できる動物的なパッセージを持っていて、それは作家のみが持っているのではなく、すべての人がもともと持っていて、いつでもその小道は開かれる状態でスタンバイしているんです。そんなことを思っています。